皆さんこんにちは、アズです。今回は簡単にメイクアリエル風移動ポケットを作っていきます。今回使った移動ポケットは楽天で買いました。中を開けるとこんな感じで2つ入れるスペースがあります。楽天ルームに載せているので概要欄から見てみてね。まずフリルテープと裁縫上手を使います。フリルテープを移動ポケットの長さに合わせハサミで切ります。フリルテープの両端をライターで炙り、端処理をします。端処理したフリルテープに裁縫上手を塗り、移動ポケットに貼っていきます。この時、両端をクリップで留めていきます。同じように貼っていきます。3段貼ってみました。次にフリルテープの色を紫に変え貼っていきます。
同じように4段貼ってみました。フリルテープを貼り終わった後、当て布を押しアイロンをかけました。アイロンをかけることによって強度が上がります。次にダイソーで買ったデコリボンを使います。リボンに丸カンを使いパーツをつけていきます。アリエルをイメージしてシェルのパーツを使ってみました。こちらのパーツも楽天で買いました。パーツをつけたらデコリボンを裁縫上手を使い移動ポケットに貼っていきます。リボンも同じように当て布をした後アイロンをかけて貼り付けました。とっても簡単に作れるのでぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。